今回は衝撃的な事件のまとめ話していきたいと思います。改めまして皆さんこんにちは、お元気ですか？ゆなデリーです。はい皆さん元気にしてますでしょうか？今回のビデオはですね、あの衝撃的な事件のまとめという形で動画を作っていきたいと思います。あれからですね約2ヶ月が経とうとしている状態になっております。で、最終的にね落ち着いた過程をお伝えすると同時に、アメリカのね車の保険とか住宅の保険、こちらの方をね紹介して、対処方法をね、かなりストレスな状態だったのですけれども、あの私自身がいろいろ学んだことをお伝えしていきたいと思います。このことでですね、アメリカ生活をいかにサバイバルしていくのかっていうのをねお伝えできると嬉しいですですね、一応断っていきますけれども、ここで話す話は、あくまでも個人の意見になっております。実際にねアメリカに住んでこのような事件に巻き込まれた事例を紹介することでお役に立ちたいという気持ちはあるんですけれども、このチャンネルはですね、私の娘になるはずであったユーナに母親目線でこういうあの生活の知恵をこう教えていくっていうチャンネルになっておりまして、さらっと話しておりますなのでね、もっと詳しく知りたいっていう方にはですね、英語だけの情報になってしまうんですけれども、下にサイトの方をねどんどん載っけておきますので、そちらの方を参考になさってみてください。それと同時にですね、かなり長いビデオにいつもなっております。ですので、項目タイムというチャプターの方も下の概要欄の方に載っけておきますので、青い字で書いてあるこの文字ですね、数字の方をクリックしていただけるとそちらの方に飛べるようなシステムとなっているみたいなので、そちらの方ですね、タイムスタンプっていうやつですか、それを押していただいて、そちらの方にスキップしていただいて、一箇所一箇所だけ見たいっていう方はそちらの方を利用していただけると、簡単に楽にこの動画が見れるのかななんて思って工夫しておりますので、そちらの方もご視聴なさってくださいそれではね、始めていきます。はい、まずはですね、気持ちの変化の方からいつもねお話しているんですけれども、2ヶ月経った状態でこの気持ちの変化の方を話していきたいと思います。まず1週間目はどうしようどうしようっていうパニック状態ですね。もうこれからどうしていけばいいんだろう、なんでこれが起こったんだろうなんていうことで、どうしようどうしようっていう形で子供の方のねメンタルケアなんかもしながらこうパニック状態で行ったっていうのでありました。あと2週間目になった頃にはですね、今度は自分の方の不安ですね、どんどんこの恐怖体験っていうのが体に染み込んできて、今度は不安ということで、この気持ちのジェットコースター、これからどうするんだろう、どうなるんだろう、どうしていけばいいんだろう、あの時もしも本当にターゲットになって中に踏み込まれてアタックされた場合どうなってたんだろう、誰かが死んじゃったらどうなるんだろうとか、あとはこれからもねまたそういう方が戻ってきて、またさらに被害が増えるのではないかっていうような不安の方がずっとありまして、かなり辛かったんですけれども、ぐる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 そういうこうネガティブなことを考え出している状態の方が2週間目になりました。でそれを乗り越えてきたっていうのが一つの理由としましては、やっぱりこの家を売って違うところに移り住もうっていうことを考え出したあたりから、ちょっとだけね気持ちの方が落ち着いてきたっていうので、良くなってきたっていう形だったんですけれども、今度はもう忙しくてね、この2ヶ月1ヶ月過ぎてあたりからですね、今度は家の方を直して、修理をして、マーケットの方、市場の方に売り手市場の方に出し、マーケットに出して、今度は家を探してっていうこの工程がかなり忙しい状態になって、この恐怖体験の怖い気持ちはあったんですけれども、もう気持ち引っ越すっていうので落ち着いたと同時に、本当は忙しくなってっていう形で、まあ自分的には良かったのかななんていうことも思っております。撃たれた方っていうのはコールドサックって言って、うちの家の前にねコールドサックっていう、こう車がこう U ターンできるような状況になっているところがあるんですけれども、そちらの方でですね弾丸のカバー
なんだっけ、ボレットケースっていうのがねなかったんですよ。でずっと警察の人とも話し探してたんですけど、それがのガンケース、ボレットケースが全然見つからなくって、おそらくですね、多分車の中から中にいる状態で撃ってきたのではないかななんていうことも推測していますねっていうことを考えていたっていうので、ちょっとだけ新情報っていうことで言っときますけどそんな形がありました。あとはですね、かなり動揺した自分が落ち込んだ理由としまして、保険会社と警察の方に過剰の期待をしていたっていうのが理由になると思います。っていうのはですね、やっぱりこうコマーシャル、今までそういう事件に巻き込まれるということがなかったので、こうなんていうのかな、さらーっとこう日々を暮らしていたわけですよ。その中で、あとテレビを見たりとかマスメディアの中のコマーシャル的なものばかりを見ている状況になりまして、保険会社のコマーシャルで私たちはあなたたちのためにいますとか、あとはその警察とかも本当市民のために僕たちは頑張っています、何かあったら僕たちを頼ってくださいっていうようなコマーシャルをずっと見続けることで、やってもらうのが当たり前っていう気持ちがこうやっぱり強かったと思うんですよね。でそれに裏切られたっていう気持ちの方が強くて、悲しみっていうか憤りというか、そういうものがもうぐちゃぐちゃになった状態で、かなりストレスっていうことで、悲しみの方が最終的にはきつかったのかな、裏切られたっていう悲しみがあったんですけれども、まあよく聞かれると思うんですけど、現実世界はそんな簡単なものじゃないよっていうことがこうひしひしと伝わってますので、娘ゆうな、うちのね息子2人いますけれども、そちらの話にも現実世界とあとはコマーシャルの世界っていうのは違うんだよっていうことが今回の事件のことでよく分かりましたので、その現実世界、大切なのは現実社会でどういうふうに対応していくのが大切だっていうことがこうね話して、前回のね保険会社の住宅保険のね会社の対応方法の方も教えて、そちらの方もまあ見ていただけると分かると思うんですけども、もうその現実に向き合うっていう形の対応をずっとしているっていう状況になっております。あとはですね、この気持ちの変化ということで、子供ですね、家族との絆がかなり強くなったような思いもします。私が小さい時に何かこう事件があったりとかあると、こう親ってやっぱりこう残酷なところを子供に見せたくないっていう気持ちがあると思うんですよ。なのでなるだけ隠してしまうというところがあるんですけれども、今回の事件に対して私が取った行動っていうのは、なるだけこう極端に怖がらせる必要はないとは思うんですけれども、どういった状態で襲撃された理由っていうのを考えて、その理由をどういかにして避けていけるのかなっていうことを日々考えていかないといけないねっていうことも話しましたし、あと警察側とかあと保険会社の対応っていうのがこういう対応されたんだよっていうことを話して、お父さんとお母さんもこういう対応し返したんと、その反応に対して対応していったよっていう話をしていったっていうことで、子どもの方にもいろいろな状況を教えれたのかななんていうことも思いました。あとはですね、メンタルケアの方なんですけれども、一番下のね子ども11歳になるんですけれども、その子がやっぱりねこうショックが強かったみたいで、夜泣きとか一人で寝れないっていうのがあったんですけど、さらにこう顔がねこう話してていきなりこうなんて痙攣するような反応が結構あったんですよね。でセラピストにかけないといけないのかななんて思ってはいるんですけど、セラピストの方の値段っていうのがかなりですねかかりまして、それができ、今のね現状の家計でできないっていう中で、自分たちがどう、私がどうできるのかなと思って、あとやったのが自然の中になるだけ、で天気の日、学校が終わったら公園とか、あと自然が多いところに行ってですね、一緒に深呼吸をしたりとかですね、あとはその1対1で話をゆっくりしていくことで、だいぶですねこの2ヶ月、
あの時間が癒してくれたっていうのもあると思うんですけれども、そういった形で時間をその子に割くことで今ねだいぶ落ち着いてるような形になりました。なんかね子供のトラウマっていうのがやっぱり怖い、あの心配してたところだったので、もしこれがねあの何か あのアイデアになるな、あのお伝えできることできればいいかなと思って今ちょっとお話させてもらいました。それがですね気持ちの反応かなっていう形になっております。はい、2番目はですね、今の現状の方の話をしていきたいと思います。現状ですね、やっと1ヶ月が済みまして、1ヶ月後にですね、窓ガラスの修繕ができましたし、あとなんていうの、壁とかドアの修繕ができましたので、やっと写真を撮ってマーケットに載せることができました。なのでこの家が売り市場の中に入っとる形となっております。それと同時にですね、買わなきゃいけないということで家の方の、検索とかもしてるんですけれども、まあこれはね本当に長いビデオでいろんなことを学んでおります。今たくさん学んでますので、それをまとめてまたね次のビデオの方に売るにはどうしたらいいのか、買うにはどうしたらいいのかっていうコツの方をね、もういろいろ調べてますので、これをまとめて皆さんの方にお話できるかななんて思っておりますので、引っ越しもうそろそろします。引っ越しチップ、引っ越しのコツみたいなのもずっとやっていますので、全部今記録に残しておりますので、これをねまとめて皆さんの方に紹介していきたいと思いますので、お楽しみなさっていてください。はい、次はですね3番目、車の保険の形になります。車の保険はねなんかフェアだなっていう感じを受けてまして、まあ、名前は言えないんですけれども、トカゲのキャラクターを使っていらっしゃる保険会社の方に入っておりまして、なるだけねリアリティ現実的な話ができしたいななんて思ってますので、ちょっと話していきますね。今回私たちが持っているプランっていうのは夫婦の2人 の家族プランっていう形になってまして、主人が運転して、うちにはまあ2台車があるんですよね。私の車と主人の車がありまして、どちら側を運転してしていて事故にあったとしてもしたら日本語はちょっとね危ないよね、ごめんなさいね。その状況で事故にあってもカバーしてもらえるっていうプランの方に入っております。で、ディテクタ棒って前回のね動画でも話したんですけれども、1500ドルのディテクタ棒ということで、1500円ドル以下 の破損の場合は自己負担なんですけれども、それを超えると、保険会社の方が支払ってくれるっていう形になっております。で、ラジエーターっていうのがねかなり故障して、すべて穴を埋めたりラジエーターを修繕して、それのね全金額っていうのがですね 5392.65 ということで、5400ドルぐらいのね費用がかかるような形になりまして、私たちが自腹を払ったのは1500ドルっていう形で、3900ドルぐらいのやつは保険の方で払ってもらってよかったっていう感じだったんですけれども、一応ですね車の保険っていうのをねどのくらい皆さん払うのかななんていうことも調べてみました。アベレージっていう形ですね。ただ車の保険っていうのはかなりね人によって違うっていうのはねもう皆さんわかると思うんですけれども、過去に事故がどれだけ起こしているかとか、おいくつなのかとかですね、あとは2人分なのか1人分なのかっていうことでかなり金額の方が変わってきます。調べたっていうの、あと事故っていうのは過去の事故は3年まで遡れるみたいです。それ以降はですね結構切り捨てられるっていうことなので、まあいいのかななんて思うんですけれども、うちの主人一回ね車の事故を起こしたのがまあ10年以上前なので、一応過去 の事故歴っていうのはゼロっていうことで、2人分のやつで、25歳以上、一応ですねアメリカの保険は25歳以下の保険料っていうのはねもうものすごい高いです。16歳から、免許取れるんですけども、16歳から25歳の間はやっぱり事故を起こしやすいということでですね、保険料がぐーんと上がるんですけれども、うちの場合はまあ25歳以上なのでその分で安くなってるんですけれども、
月にね払ってるのが145ドル払っている形になります。ちょっと端数はね端折りますね。で、年間費の方が1740ドルぐらい払って、まあ19万ぐらいを年間に払ってるんですけれども、これはねかなり安い方になります。アベレージの方でこと、あのこのね、あの年数と自己歴とか、年とかをどう2人分なのかっていうの、大体のアベレージはですね、256ドルっていうことになります。なのでかなり安いんですよ。っていうのがですね、この保険を使ってるのは10年以上使ってますし、自己歴はないですしっていうのと、あとそういう形でこう割引がどん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 増えて、今の145ドルっていう形で払ってる形になるんですけども、かなり安くなってますね。なので、その年間に19万ドル払ってる、19万円払ってる状態で、3891ドルの方を払ってもらえたっていうので、今回の方はかなりお得だったので良かったのではないかななんて思っております。これからもね、車の保険は同じ保険会社の方を使っていこうという形になっておりますね。はい、次はですね、住宅保険のことになります。住宅保険が、これがまあ本当にストレスだったんですよ。で、私はね、あんまり住宅保険のことを知らなかったんですよ。もうほとんど知らない。一応保険入ってるって形だったんですよね。っていうのはですね、アメリカで、住宅ローン、モーゲージって言われる住宅ローンを組むときに必ず保険に、住宅保険には入らないといけないんですよ。これはマスト、必ず入らないとローンが下りないという状況になりますので、なるだけ安く済む保険会社の方とか、あとはなんていうのかな、リオタって不動産の方とか、タイトルって言われているペーパーウォークス、会社の方から勧められた、これどうですかって言われてるの、それでいいよみたいな方、簡単にね、こういう事件があるなんてこう思ってもないので、入ってたんですよね、安易に。で、今回の方を調べて見まして、月の支払いの方が300ドル払っております。年間の方ですはね、3700ドル払ってまして、だいたい40万ぐらいですね、年間に払ってるんですけれども、今回の修理しなきゃいけない状態っていうのが、1100ドルぐらいの修理の方を払わなきゃいけないっていう形になりまして、ずっと保険会社の方に、いつ査定に来られるんですかって、いつお金が下りるんですか、どういった形でお金が下りるんですかって、いろいろ催促の電話とかメールとかをしていて、それを放送されるように、こう全く反応がなくて、かなりストレスだったっていう話を前回してたと思うんですけれども分かったのがですね、こういう事件の場合はディテクタボーって、車と一緒ですね、ディテクタボー、これ以上になると、保険会社がおりますよっていう金額の方がですね、2670ドル、っていうディテクタボーだったんですよ。なので1000ドル の被害総額、こちらはね、全部全額自腹ということで、これは全て払わなきゃいけないっていう形になりました。で、まあね、年間費が40万払ってるんですけど、1円も下りないっていうのが、なかなか自分の中でもこう納得いかねえっていう形もあったんですけれども、もうこれ年間費ですからね、一応うち3年ここに住んでますので、 3×3 で3412、120万払ってるんですけれども、1円も下りないっていうことで、なんだよっていう、こう悔しい思いをしたんですけれども、まあそういう、まあプランで入ってますので、しょうがないのかななんていう形で未然に起きるっていう形になりました。ですね、ディテクタボーの中にもですね、放火とか襲撃とか、こういった状態では2670ドルっていうのを、29万円ぐらいですね、こちら払わないといけないんですけど、自然災害、例えばハリケーンとかアースクイック、地震とか津波とかでね、被害が、自然の被害があった場合、それはですね、5340ディテクタボーということで、59万円ぐらいのね、被害までは自分で払わなければいけないというプランではあるってことが分かりましたどうですかね、120万払って、自腹でも60万ぐらい払わなきゃいけないっていうのは、これはフェアなのかどうなのか、まあ皆さんのご判断で考えてみてください私的には納得いかねえっていう気持ちはあるんですけれども、
まあ、決まりが決まりということでそういうことに入る形になりましたね。で腹が立ったっていう状態っていうのは査定の方来られますよね。で査定をされる方って前回話したように大元の保険会社そのトカゲのねキャラクターを使われてる会社から、その住宅保険専門の方にこうつながりがあってその専門の方がさらに査定をする会社の方にこう契約っていうのがつながって、やってるんですけれどもその査定をされる方がねもう1ヶ月経っても来なかったんですよ。未だに来なかったの結局ね1回も来なかったんですよ。でいう理由としましてはおそらくですね査定をされる方の仕事っていうのはどういったダメージがあるのかそのどういったダメージを直すにあたってどのくらいの金額が発生するのかっていうのを査定するっていうのがお仕事なんですけれどもこれが全くされてない状態で、もしもですねその査定される方が会社を見つけてドアを買ったりとか窓ガラスを買ったりとかっていうのを、調べた特に調べた形になると金額が上がるんですね。だからこう2670ドルぐらいのやつは簡単に行くはずなんですよ。でも私たちがやったのはもう、どういった形で払われるのかっていうのがわからない状態で不安だったので自分たちで直しちゃったんですよね。直せるところは自分たちで直せるところは直しちゃったしあとは窓ガラス の会社もローカル の安くしてくれるところを探して自分たちで苦労してこのね金額に収まったっていう形なんですけどもしその査定会社の方とかされた場合は保険会社が払わなきゃいけなかったのかななんていうことが分かります。なので結局ですねバカを見ました写真を撮ったのは正解で自分たちで直したのは不正解その査定会社の方に、見積もりっていうのを出してもらうべきだったっていうのが、結果的には分かったことなんですけれどもただねやっぱ家を売る状態で、窓ガラスに弾痕があった状態家が売れるわけじゃないじゃないですか。なので早いとこ直して早いとこ引っ越したいっていうこちらのこの心情っていうのをやられちゃったんだなっていう形が受けましたのでどっちがいいのかなっていう感じですね。1000ドルぐらいだったらもう払っちゃった方がマシだよっていうもうねこの怖い思いするんだったらなんていうの負けるけれども損はするけれどもそっちの方が良かったんじゃないかなっていう考え方もあるしっていう形でこれもまだあやふやな感じですかね。うん、そんな感じになりました。これがねアメリカの住宅保険会社のやり方そちらやり口っていう言い方は悪いよねやり方っていうのがちょっとねシェアさせていただきました。はい次はまとめになりますねということで全ての金額の方を話していきたいと思います。ちょっとねカンペ見ながら話しますね。車の修繕代っていうのが5392ドル測ってます。でこちらの方はまあ保険が対応になりましたので自腹金額の方が1500ドル、こちらの方を払うような形になってます。あとはですね移動費っていうことで、車がラジエーターっていうところが壊れてるっていうのを知らなくて何ていうの車高カーテンを買いに行ってた車高スクリーンっていうのかなを買いに IKEA の方に行ってたんですよ。でその途中でエンジンのヒートアップがエンジンがかなり高い温度になってしまってどうしたどうしたってことで分かったのがラジエーターが壊れてたっていう形になりまして牽引の方はね、まあ、保険が払ってくれたんですけど Uber を使いまして Uber で家に帰ってくるってことでそのね Uber 代が41ドルですねの方がかかったっていうのとあと車のレンタルの方を3週間かかったのでその分のレンタルの方はまあ保険会社の方が払ってくれたんですけれどもレンタルするための保険料こちらの方がですね351ドルこちらの方がかかる形になりました。あとは住宅のね家の窓ガラスを直したりとかってする総額がの方がですね1091ドルということでですね合計金額の方が6878ドルかかるような形になりましてそれから車のやっとね車の保険会社が払ってくれたその3000ドルを引きますとトータルの方がですね2986ドルこちらの方が自腹の金額ということで払う形になりました。
ですね、約日本円でですね、32万5000円の、被害総額ということで、こちらの方が全て、5発の弾丸がこれだけの被害を生んだっていう形で、金額だけのね、状態で言うと、これだけの方を払ったということですね。私のチャンネルを見ている方だったら分かると思うんですけれども、私の、グロシュリーズバジット、食費の方がですね、500ドルで1ヶ月をやるっていうチャレンジをずっと毎回しているんですけれども、この計算をするとですね、やっぱり6ヶ月分の食費がパーッとこの10個の弾丸で吹き飛んだっていう形が、現実ありました。なので、かなり痛かったっていう形ですね。ただこれがもうネガティブな状態なんですけど、ただ良かったっていうのは、やっぱり一人として怪我をしなかったっていうことが本当に良かったなっていうことで、こう胸をなで下ろすという形なんですけれども、もう一つはもう保険のことについてもっと詳しく調べることができました。この車の保険の契約契約書っていうのは、ですね、105ページのね、紙だったんですよ。かなりね、これがね、読んでいくともうっていうようなのがね、皆さんね、やっぱりね、読まないじゃないですか、その100ページの紙を弁護士でもないのに。で、そのね、要所要所をね、これから話していきますけど、要所要所を押さえていくのも埋めていくのかな話していきたいと思いますけど、保険会社もっとね、気をつけて見るべきだな、もっとネットでも調べて、言われるがままに入るのではなくって、次の家ね、買うときにもっとね、詳しく話していきますけど、こうリサーチをしていくっていう注意項目、家を買うための注意項目がドドドンと増えました。そちらの方には良かったのかななんて思いますね。あとはやっぱり家族の絆ですね。もう息子にいろいろなことを教えることができましたし、主人とこのダメージを2人で乗り越えていくんだっていうこの気持ちがね、かなり強くなったので良かったのかななんて思いましたね。終わった終わったということです。で、保険のその何ていうの、契約書、そちらを読んでいるときにね、やっぱりわからない単語があると難しいと思うんですよ。なので、その簡単なこういう項目がありましたっていうことだけお話しして、ちょっとね、締めくくっていきたいと思います。保険、バンダリズムっていうのは、犯人、誰かしら悪い人が家にダメージを与えた場合は、そちらの方が、バンダリズムっていう言い方になりますっていう単語ですね。あとは自然災害、アクトオブガードっていう形になるんですけれども、神がもたらした災害っていう形で、例えば地震災害であったりとか、ハリケーンの災害であったりとか、あと、まあ、台風とかのね、災害であったりとか、あとはね、津波言いましたね、ナチュラルファイアっていう自然破壊の自然火災があった場合は、こちらの方の単語、アクトオブガードっていうところの、なんていうの、ディテクタボーっていう保証の方の金額を調べるのがいいと思います。他にもですね、ライティングっていう、雷が木に落ちて、その木が家の方にこう落ちてきて、家にダメージを受けたっていうのは、アクトオブガードになるんですけども、自分が木の幹をちょっとこの部分だけ剪定しようかなって言って切ってて、その幹が落ちた場合は、これはアクシデントっていう形になりますね。まあ、アクシデントっていうのはなんかあったっていう状態で言いますので、その違いがあるっていうことが、ディテクタボーどのくらいの金額まで保証してくれるのか、金額から保証してくれるのかなっていうのも、こう気をつけてみていた方がいいと思います。あとフラットインシュランスっていうのは、水没ですね、ハリケーンとか、あとは水がこう少し集中豪雨で床上浸水、床下浸水っていうのがあって、これはね、結構別の保険に入らないといけないっていう状況が結構あるみたいなので、こちらの方を、海沿いに住まれている方とかですね、あとは高低が低い、水がダメージを受けやすい地域っていうのが、まあ、ネットで調べれるんですけど、そういう地域に住んでるところは、地がまた違った、そのフラットインシュランスっていう、ハウスインシュランスとまた
さらに入らなきゃいけないっていう状況もあるみたいですね。なのでそれがどこまでをカバーしてくれ、どこからカバーしてくれるのかっていうのも見ていった方がいいと思います。あとはね、アーソンって言われているファイアディザースターダメージっていうことで、放火魔、誰かかしらが火を家につけた場合ですね、恨みとか勝手ですけど、勝手なのか楽しみのためにされてるのか分かんないですけど、放火された場合のダメージっていうのがどのくらいからなのかなとか、あとはですね、ダメージって言われているその隣の家の火が乗り移って火事になっちゃったっていうダメージっていう言い方、あとはスレッドっていう泥棒ですね、泥棒に入ったのが金額的にどこまでカバーしていれるのか。最近だとやっぱりコンピューターが一番高い値段になると思うんですよ。テレビは昔は高かったんですけど、かなりね安くなってきているっていうのと、あとはまあアンティークなんかを家にね置いてる方はそれについてのダメージ金額どこまでを保証してもらえるのかっていうのもちゃんとこう書類の中ですね、100ページあると思うんですけどそちらを見ていただいて、どこまでがダメージとして、インシュランス保険会社の方が支払ってくれるのかなっていうのを気をつけていったらいいのかななんて思いました。またね、このねインシュランスについてもうちょっとね詳しく家を買うっていう動画で話していけたらいいのかななんて思いますけど、さらっと今話させていただきました。こんな感じですね。車のインシュランス、ハウスインシュランス、住宅インシュランス、これはね日本の初、日本ではね家を買ったことがないので借りたことはあるんですけど買ったことはないので、本当にこういう保険っていうのはどういう風な違いがアメリカとね日本の違いっていうのがわからないので、もしねわかる方いらっしゃいましたらコメント欄の方に書いていただけると嬉しいです。私もちょっとね日本の保険ってどんなのかななんて気になったところではあるんですけれども、セコムとかのねなんていうのやつ話は聞いたことはあるんですけれども、そのなんていうのセキュリティですからね、保険セキュリティと保険は全然違いますのでね、そちらの方の違いなんていうのを書いていただけると嬉しいななんて思っておりますはい、これで以上になります。いかがだったでしょうか、何か参考になりましたかちょっとごちゃごちゃってした感じになっちゃったかな、ごめんなさいね。これで、最後の動画に襲撃された後のビデオっていうのをまとめっていう形でこれで最後にしたいと思います。いかがだったでしょうか、何か参考になりましたか、このチャンネルですチャンネルはですね、実際にアメリカに暮らしている私が日々あったこと、あとはネットとか知人とか、その他もろもろ話聞いた話を私の体験を通して、皆さんの方に伝えさせていただいているチャンネルとなっております。対象の方もですね、私の娘ユナ、だいたい年の頃なら18から20代ぐらいの子供に教えるようになるだけ優しく分かりやすく伝えれるようにということで努力している次第でありますので、分かっていただけると嬉しいななんて思っております。もうこれからねアメリカに来られている方とかで右も左もわからないっていう方のための何かしらのねお役に立てればいいかななんて思って頑張っておりますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録、サポートこのチャンネルをサポートしていただけると嬉しいです。はい、それではあとはこんな感じかな、また次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。